ボストンバレーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで活動するプロのクラシックバレーカンパニー。1963年イーバージニア・ウィリアムズ及びシドニー・レナードにより創立されニューイングランド初のプロのレパートリーバレーカンパニーとなった。芸術監督はビーオレット・ベルディ、ブルース・マークス、アナ・マリー・ホームズが務めた。北アメリカのメジャーなバレーカンパニー及び 世界のトップクラスのカンパニーの一つとなっている。2001年9月より、三っ子西年が芸術監督を務めている。西年の元、ボストンバレーは、クラシック、ネオクラシック、コンテンポラリーダンスなどの全編公演から、ジョージ・バランシンの傑作まで幅広い上演で、世界的に認められており、コンテンポラリーの振付師による新作の初演を行うこともある。は、 カンパニーのほか、メレディス・ホッチスと共に、北アメリカ最大のバレエスクールである、ボストンバレエスクールも率いている。1979年、イタリアのナービーフェスティバルで初演し、1980年、アメリカのダンスカンパニーとして、初めて、中国で公演した。1981年、ロンドンで、白鳥の湖全編を上演した。1983年、 ブロードウェイにて特別客演、ルドルフ・ヌレーフと共に、ドン・キホーテを上演し、全米ツアー公演のほか、メキシコ、フランス、イタリアでも上演した。1986年、振付シマーク・モリスとコラボレートし、ニューヨーク州、パーチェースで行われたペプシコフェスティバルにて、もうすべてを上演した。1987年、バレエカンパニーとして初めて、ニューヨークシティセンターにて行われた、 ベッシェダンスパフォーマンス賞受賞式で上演した。マーク・モリス、スーザン・マーシャル、ラルフ・リモン、イライザ・モント、ヘレン・ピケットなどのコンテンポラリーの振付師から委任された最初のメジャーなダンスカンパニーとなっている。1990年5月、ナタリア・ダディンスカヤ及びコンスタンティン・サージビは、当時芸術監督補佐であったアナモリス・ホームズと共に、 キーロフバレー及びボリショイバレーのダンサーたちと、審判、白鳥の湖を上演した。近年では、ジェームズ・クダルカの、シンデレラ、ジョージ・バランシンの、コッペリア、ジュエルズ、夏の世の夢、イジー・キリアーンの、ブラックホワイト、アメリカ初演、ジョン・クランコの、オネーギン、ジャジャウマならし、ロミオとジュリエットが、レパートリーとなった。1990年1月、 ワシントン DC にあるジョンカイ・ケネディセンターで上演した。1991年7月、スペインでツアー公演を行った。2007年夏、2度目のスペインツアー公演を行い、賞賛を得た。近年では、グッケンハイム美術館のワークスプロセスシリーズフォール・フォーダンスフェスティバルでのニューヨークシティセンター及び、オレンジカウンティパフォーミングアーツセンターでの公演。 2008年春のケネディセンターのバレエアクロスアメリカのほか、スポレートフェスティバル USA にたびたび出演している。2008年夏、韓国にてツアー公演し、韓国初のジョージ・バランシンとワイラ・サープ、クリストファー・ウィールドン作品の上演となった。2009年秋、ボストン・シアター・ディストリクトにある改修直後の2500席のボストン・オペラハウスが 本拠地となった。レパートリーには、マリウス・プティパの、眠れる森の美女、オーギュスとブルノンビルの、ラ・シルフィードなどのクラシック、ミッコニシネの、白鳥の湖、ジョン・クランコの、ロミオとジュリエットなどの審判、ウィリアム・フォーサイス、イジー・キリアーン、マーク・モリス、デイビッド・ドーソン、バルカニ・ニパロリ、クリストファー・ウィールドーン、ヘレン・ピケットなどコンテンポラリーの振付師による、 新作などが含まれている。2005年、ジョーマ・イーロが、ザツキ振付師に就任した。以降、イーロが、プランツ・ビー、ブレーキ・ザ・アイズ、春の祭典などを振り付けている。2009年、ニューヨーク・タイムズ紙は、全米で最も幅広いレパートリーのカンパニーの一つ、と評した。長年にわたり毎年、くるみ割り人形が上演されている。35公演以上に、 カンパニー全員と250名以上のボストンバレエスクールの生徒が出演する。ボストンバレエスクールを創業し、ボストン、ニュートン、ノーエル、マーブルヘッドの4カ所で2歳から大人までが学んでいる。ボストンバレエセンターフォーダンスエデュケーションは、地元で教育イベントや、奉仕活動などを行っている。ボストン小児病院と提携し、サマーダンスワークショップ、サマー、 ダンスプログラム、シティダンス、テイキングステップス、アダプティブダンスなどを行っており、毎年7000人以上の子どもたちが参加している。本部はサウスエンドのクラレンドンストリート19番地にあり、全米でも最大で最も設備の整った施設の一つとなっている。グレアムガンドが6万平方風と5階建ての施設を設計した。 ニューイングランドのダンス界で重要な拠点となっている。主な所属ダンサーを以下に示す。背景、1979年、イーバージニア・ウィリアムズにより創立された。以降、小規模で地域的なダンススタジオから、奉仕活動も行うダンス教育機関に成長した。毎年、選ばれた生徒が、くるみ割り人形などのプロダクションに出演する。入学、5月から8月。 9歳以上のバレエ経験者がレベル分けのクラスを受け9月に入学する。2歳から8歳の生徒は年齢別にクラス分けされる。施設すべての年齢の基礎クラスはサウスエンドにあるボストンスタジオ、メトロウエストにあるニュートンスタジオ、ノースショアにあるマーブルヘッドスタジオで行われる。すべてのスタジオが冷暖房完備で更衣室やラウンジが備えられている。 校長、マーガレット・トレーシー、支部長、タマラ・キング、ジェシカ・クレバー・カンパニーの舞台活動、教育、奉仕活動をサポートするメンバーシッププログラムである。ありがとうございます。